NEC ソリューションインノベータ株式会社は NEC グループのシステムインテグレーター東京都江東区新木場に本社を置いている2014年3月までの社名は NEC ソフト株式会社であったが NEC ソフトウェアグループを形成していた6社を統合する形で2014年4月に社名を変更した NEC グループの中では 社会ソリューション事業の中核会社にあたり、観光庁や産業を主な顧客としたシステムソリューション事業を行っている。かつて、NEC ソフトとして2000年7月に東京証券取引所第1部に上場していたが、NEC 本体の子会社政策の方針変更に伴って2005年5月限りで上場を廃止し、NEC の完全子会社となった。 2014年4月1日、NEC ソフトが存続会社となる形で、NEC システムテクノロジー、北海道日本電気ソフトウェア、NEC ソフトウェア東北、北陸日本電気ソフトウェア、中部日本電気ソフトウェア、九州日本電気ソフトウェアが統合し、新会社として NEC ソリューションにイノベータ株式会社が発足した。2016年4月1日、 100%子会社である NEC ソフト沖縄を吸収合併した。また翌年の2017年4月1日には NEC グループに属していた NEC 情報システムズを吸収合併した。一方で NEC グループの事業体制再編に伴い2017年6月20日付で子会社のバレウェイ121ネット株式会社の株式を NEC マネジメントパートナーへ譲渡した。2020年4月1日、ヘルスケア事業を加速、強化するために、フォーネスライフ株式会社を設立、同年7月9日に、ソマロジェック社との協業を行うことを発表した。NEC グループが注力する、社会ソリューション事業に関する、ブランドメッセージ、オーケストレーティング、A ブライターワールドに関連し、 同社のコンセプトとして見えない未来は心で見つけるを展開している。ありがとうございます。